はい皆様様お疲れ様ですいくいく選挙チャンネルいくちゃんですさて、今日も早速、話をしてまいりましょう、えー。今日もですね、えー、県知事さんのお話 <coughs>、ちょっとね、しばらく県知事さんのお話はないのかなと思っておりましたらですね、昨日のニュースにーお一方見つけました。はい 宮城県村井知事です。移民政策に舵を取るということで昨日ヤフーニュースにありました。あのー、ちょっと意外でしたね。この方自衛隊出身で、あのー、東日本大震災の時もちょっとね、あの当時の、えー、民主党の大臣と一悶着あったり、ま悶、あ、着したのは。 大臣の方でしたがそんなことで印象がありまして、えー、割とですと好感が持たれていた知事さん、えー、でしたがあ移民ということでちょっと意外に思いましたはい、えー、その村井さんなんですが少子化・人口減少対策で持論を展開ともうね外国人をどんどん売れていくことも考えるタイミングだと。はい それと、今、国が行っている,いる技能実習生、技能実習生の受け入れっていうのは、まあ、本当のところは労働者が不足してるからでしょと、はい、その本音と建前をもう分けるのはやめましょうよということですね。で、えー、ちょっとここのところ、その村井知事のおお動きというのが、 えー、気になりまして、えー、去年の4月からですね、水道事業が民間に、えー、その運営権を売却しています。で、それも,、まあ、ど,うもどうやら海外の会社らしいんですね。で、そういうところから、まあ、あの保守的な層からは、ちょっとあの村井さん変わっちゃったのっていう、そういう目で見られておりました。 で村井さんってやっぱりすごい非常に優秀な方で村井これ義弘さんってお,、えー、お読みするんですね。えー、84年1984年に防衛大学卒業。でえー、とそれで失礼今ちょっと連絡書いちゃった。はいあのー、ま防衛大なんてなかなかこう、えー、入入学入ることができないし。 えー、大変厳しいですねそこを、まあ、卒業なさって陸上自衛隊で、えー、92年に松下政形塾ですねはい松下政形塾はあの出られる方多いですね民主党の方が当時非常に多かったんですが高市さんもその一人ですねで松下、えー、村井さんもそうでした。 でその後ですね、えー、辞められてからは宮城県議会を2期なさって、少し休んでからなのかな。で、2005年からは宮城県知事を、えーえー、始まって、今、今もう、とうとう5期目です。はいまあ、知事さんはね、一度通ると、もう続けられる方が多いですよね。で少子化対策は、えー、非常に、えーまあ、これ、村井さんの件ですね。 えー、その少子化対策に対しておっしゃってることですが少子化対策は非常に重要なこと,と人口減少はどのような対策を取っても難しいと少子化を前提とした政策に思い切って踏み込むタイミングだと、はい、もう多少の策を講じても、ね、子どもなかなか増えないからもう、ね、移民政策にもう切り替えるタイミングでしょうと。 岸田さんが言っている一元の少子化対策というのには評価はするが、えー、実際にはドイツは、ね、移民を受け入れて人口減少に歯止めがかかってるんだから、あ宮城県もそうするよっていうことですね、これね。でまあ、技能実習生、はい、受け入れてますが、これ、現代の奴隷制度と言われておりまして、大変評判が悪いですね。えー、行方方不明になる方も多く またねそれが犯罪の温床になっていたりしてますよね。あのブドウ盗まれた梨盗まれたなんていうのもそうじゃないかとも言われておりますし実際に年間この間何千人って言ったかな年間何千人も日本で行方不明になってるんですからねでそういう人たちがどこに行くかというとやっぱ地下に潜らざるを得ないだろうからまあ何かしらの組織に勝って ながねえー、面倒を見るなりそこに入らない限りなかなか生きていくことは難しいですよね。でこういう、まあ、国の対策に見切りをつけてもう正式に、えー、外国人の方を労働者として受け入れたらどうですかと、はい、で実はですね、えー、知事さんね、村井さん、つい最近これを言われたのではなくて、えー、2011年の知事選で 外国人の呼び込みを目的、えー、公的機関が関与した日本語学校の開設を掲げているともうこの頃に言ってるんですね。ということは、えー、それで当選してきてるんだから宮城県の方々はもうそれはもう承知の上と、はい、選挙で承認してるということですね。記者会見では、えー、日本語学校は来年の授業として、えー、市町村へで進められるようにできれば。 2か所で動き出すように検討を進めているともう2か所学校を作りますよと県内にと。でまあ,あのその村井知事がおっしゃるところのドイツの移民政策を成功事例として挙げていますが実はですねドイツというのはあのいろいろ、まあ、確かに人口減少は止まったんだけど、えー、問題がありまして。 えーまあ、ドイツ移民って入れるとネットでいろいろな問題が上がってくるんですけどその第二次大戦後の復興の時からもうトルコ人を入れてるとでで結局その方々を一回返したんだけれども、まあ、あのなんだろう力仕事をするような労働力としてはドイツ人がその仕事に就かなくなってしまって、えー、結局また呼び戻したと。 でそしてそこからは正式に移民として受け入れるようになりドイツは、まあ、あのサッカーの、ね、代表チーム見てれば分かるけどああいう多国籍な、えー、国にも今は相当なっているということですね。であの一時シリアの難民なんかも多く受け入れてましたよね。で犯罪が急増したりして問題になっててちょっとメルケルさんの政策がどうなんだっていうことでしたよね。 でまあ、あの当時あのイギリスがブレグジットするとか民問題がだいぶねドイツも、まあ、ちょっと日本とは特殊あの事情がち違っていてさっきの対戦で悪いことしたのはすべてヒトラ、えー、ナチが悪いんだから今の私たちは悪くないですほらこんなにいい人たちでしょっていう,こうちょっと難しい。 えところがあって、えー、こうあそういうことに対してこうノーと言えないんですよね移民とく来たら引き受けるっていうのは自分たちの役目私たちはこう,こういう人たちですよっていうところがある、まあ、この話をちょっと突っ込むとあの実はナチも選挙でちゃんと選ばれて選挙で政権を取ってからあのせ法律をナチがヒトラーが変えちゃったということが ありまして、えーまあ、その辺ちょっとドイツも事情が複雑ですよねあと今ここに熊本県 TSMC 工場進出とあるんですがこれ国策ですよね、えー、TSMC 台湾の半導体製造企業を熊本に誘致してでそこに今すごいでっかい工場を建ててるとで退去して TSMC の人がいっぱい来るから 今熊本県があのすごく景気がいいらしくその周辺の土地であるとかその新しく熊本に住む方々があの土地だのを,を、まあ、あの住居用の土地とかあとそれからなんか物流センターみたいなのもできるらしくて、えー、熊本市はあの景気のいいことになってはいるらしいんですが DSMC って 台湾の企業ですけど、事,事実上、実はどうも本省、えー、大陸の資本なり影響が随分あるらしく、えー、ちょっと一括りに台湾だからということで喜べないという、えー、ことが言われております。で、今実際に熊本市でも日本人の方がね、 あの中国を覚えろみたいなお話があったりその工場の建設現場の中の様子がわからないことがあるとかあそ問題が出だしているようです。まあ、これこの先どうなっていくんだかちょっと熊本もこの後もう少し調べたら、えー、まとめようと思います。で外国人を実際に受け入れた時にどのような問題が起きるかと。 まあこれ実際、えー、現在ですね、えー、日本で起きている事例ですけど、まず言葉の問題がありますよね。あのー、言葉を、ドイツもそうらしいんですよね、ドイツ語を覚えないということで、社会に馴染めないと。それから、日本でもそういうことがあって、ベトナムからたくさん働きに来てるけれども、言葉を結局覚えられないから、日本の社会に馴染めないであるとか。 そういうう問題が出てくるとそうすると、それとですね、やっぱり子供の頃から受けていいる教育が全く違いますよねえ日本人同士だったらその持っている共通の意識、価値観がありませんから、まあ、当然、トラブルは生むわけで、あのーまあ、池袋なんかも見てるといい例で、えーまあ、ゴミは出たらもう、とにかく店の前にボンと投げ出すと。はい で回収に来るのがお盆明けの1週間後になろうが何だろうが自分の店からは構わず外に出してしまうということで一時ひどいことがありました私も池袋に長くいたので、えー、ちょっと困ったもんだなと思いますがあの街はだいぶ荒れますねそれともう労働者としてそのお父さんなりを呼び寄せるっていうことは当然家族を呼び寄せるということが出てくるはずで。 えー、そのねあの、奥さんや子どもも来るだろうし、お父さん、お母さんも来るかもしれない、呼び寄せるかもしれない、それとまた、宗教の問題っていうのが、特にイスラム教の場合は、えー、モスクが必要になるとか、まあ、ハラルですね、えー、豚肉がダメよっていうことになる、そうすると、えー、給食もそれに対応しなければならないとか。 町の,、まあのレストランなどもラルメニューを作る必要が出てくる、それと最近また問題になっているのが埋葬墓地の問題、向こうは仮葬が NG なので、えーまあ、土葬させろということが出てくると思いますね。で、まあ、当然のごとく犯罪は増加すると思いますね。えーまあ ぶどうを取られた、さくらんぼを取られた、ね、梨を取られた、いちごを取られたみたいな話がから始まって、えーまあ、あの世界中の人がこれ,これを見ると呆れるそうですけど、えー、野菜の,むあの無料の販売所、無人販売所か無、無料じゃないですね、無料なわけないや、はい無人販売所というのがあの、世界的には不思議らしいですよね。 でそういうことがおそらくうできなくなりますね。あのまあ、東京でも夜にこう女性一人で、えーまあ、ジョギングというかマラソンの練習をしている方は割と見かけるんですよね。それも8時、9時とかいう浅い時間じゃなくて10時、11時とかあそんな時間にもね あのー、走ってたりするんですよ。で、こんなことできるの、今、日本だけだなと思ってますが、えー、この先、それがやっていけるのかどうかっていうのも怪しいところですね。あと、すでに、えー、私の町でも起きていますが、区役所の出張所、まあ、役所のね、えー、手続きなどが、窓口がちょっとパンク気味と、はい、えー、この間も実際、パンクしてました。はい 目の前に並んでいる方があのすごく時間を取っていてどうも生活保護の申請をしているのですがしゃら書類が足りないと書類が足りないって言ってるにもかかわらずもう食いついいつて離れないんですよねあの日本語がある程度分かる方でしたけどご夫婦で来て何度も何度も同じことを聞いててちょっと役所の方が気の毒になりました。 それと当然医者なども医療機関がパンクしますよね。えー、言葉も当然わからないでしょうから問診もできないだろうし、えー、一口にね、外国人を受け入れるって言ってもこういう問題がもうもっとこんなもんじゃないと思うんですよね、山ほど出てくる。でまあ、あの、実際に企業って、 えー、人手不足なんではなくて、安い人手を欲しがってるだけであって、日本人をちゃんと雇うであるとか、でまあ、例えばコンビニも、えー、全部友人である必要はない、無人にできるところはすればいいと思うんですよね。コンビニの,受け、ね、のためにわざわざその外国人の方に来てもらって、レジ売打ってもらう必要があるのかと。今徐々に、ね、スーパーパででももコンビニでも あのセリフの会計するところがありますが、えーまあ、今、日本の技術でやればできないことないんだから、まあ、確かに身分証明書と紐付けしたカードなり何なりが必要になってくるんでしょうけどそうするとじゃあ子どもが入れるのかとかいろんな問題がありますが、まあ、もう、ね、人,が人手が足りないんだったらそういうところはやっていくしかないと思うんですけどね。 えどうもそういうところも役所も全く動く気配がないというかあ社,、まあ、社会の実情に合っていないというかまだやりようはあると思いますけどねで実際にまあ人件費を、ねえー、節約して物を安くまあ作るで売るところまではいいんだけれど結局その労働者たちも消費者であるから 物が買えないと、まあ、そこがもうまさにデフレスパイラルねその元凶になってしまっているんだからもうちょっとそろそろそれに気づいてある程度高いものでも、えー、買うでもその代わり自分たちの給料が少し上がるというそういう社会の構造っていうかお金の循環というのをもう理解したいした方がいいと思うんですが。 これはですね、えー、村井知事はどこから呼んで人を呼んでくるのか、もうすでに当てはあるのでしょうか、どこかの国と約束ができていて、えー、一括で人を入れるということになっているんでしょうか、まあそうですよね、まさかホームページに掲載して、どこからでも来てくださいってバラバラに呼ぶわけないですよね。おそららくどちかかのの国か特定の企業に 挟んで、えーね、例えば1 0 0人隊とかそういうことでするんでしょうね。またそ,のそれを受け入れる仙台の企業って、宮城の企業っていうのはどういうところなんでしょうかね。ちょっとまだ私そこら辺りは、ね、調べがついておりません。えー、もし、ね、分かる方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。ということで。 すでに2021年、ご決めの公約として外国人受け入れを表明している,ると、村井知事はね、その上当選してきているんだから、まあ、宮城県民の合意は、ね、形成は取れていると、はいえー、判定は下っている宮城県民は、県の皆様は皆さん OK だよと外国人受け入れるよっていう選挙だったんですね。ということではあるんですが、 えー、ちょっとここで皆さんには宮城県じゃなかったとしても自分の県知事さんが、えー、外国人いっぱい入れますよとこの村井知事と同じようなことを言い出して、えー、選挙にこう出てきたとしたらあなたはその、ね、外国人、えー、受け入れ積極派の、えー、候補に、えー、票を入れますかそれとも実績はないけれども他の 候補者に票を入れますすかこ、ね、ここが難しいところなんですよね選択肢がなかなかない、じゃあその対抗する、ねえー、候補者も、じゃあこういうことしないかっていうとよくわからないしまあ、そういうところを、ね、争点にして選挙をしてくれるといいんですけどね、なかなかそういうところが難しいですね。 まあ例えば、選挙運動中にえーその候補者のホームページに質問するなり何なりでもいいんですけどえまあそういうことで聞くしかないかなまたまあ実際にもしその方が勝ったらそ,のそれはね公約ではないあくまで答えただけで考えが変わるとかその時はそう思ってたみたいなこともあるしあそんなこと言ったら切れないですけどね。はい、ということで。 えー、宮城県の皆様、はいえー、これからどんどん外国人が増えます、きっと仙台の町に繰り出すと、外国人の方が多いということになるでしょうと,、はいという、そういうお話でした、でもこれを我がことと捉え、もしくは、えー、次の選挙の時に改めるか、えー、多分村井さん、若いからもう1期ぐらい経つと思うんですよね、はい、宮城県の方、もう一回村井知事入れますか。はい タスケンの方は、えー、外国人ね、えー、受け入れ積極の候補者に票を入れますかというはい今日はそういうお話でございましたはい、えー、長いことお付き合いありがとうございました本日はこれにて、えー、終了させていただきますはい失礼いたします。